皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は7月24日から7月31日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計31冊紹介していきたいと思います。7月24日ディズニーくまのプーさん折りたためて便利な大容量保冷バッグブックが発売されます。風船を持ったくまのプーさんとボタニカルな柄が可愛い保冷バッグが完成です。黄色いパイピングが目を引くデザインで持つだけで気分が上がります。ご覧のようにマチたっぷり2リットルペットボトルも楽に入る大容量サイズなので買い物やアウトドアなどオールシーズン大活躍してくれます。肩掛けもできて持ち運びも楽々です。開口部はジップ付きで中身が見えない安心設計なのも嬉しいポイント。コンパクトに折りたためるので普段使いのバッグに入れておくと荷物が増えた時にもさっと取り出せて便利です。7月24日ベイフローたっぷり入る保冷バッグブック、ブラックバージョンとカーキバージョン、そしてスクエア型保冷バッグ、さらにはコンパクトに畳める軽量保冷バッグブック、ブラックバージョンとカーキバージョンが発売されます。人気ブランドベイフローの保冷バッグが登場です。シーンや用途に合わせて選べる2サイズ展開となっております。まず大きいサイズはブラックとカーキの2色展開でセブンで販売されます。ポイントは2リットルボトルが6本入る大容量サイズ、スクエア型で持ち運びしやすくすっきりしたデザインが特徴です。ブラックはオールブラックにロゴが光るクールなデザイン、カーキはブラックパイピングがアクセントになっております。トートとショルダーの2way 仕様となっていて、大きなフロントポケット付きも嬉しいポイント。中には保冷剤収納ポケットもありますよ。荷物が安定する底板付きとなっております。そして小さいサイズは 350ml 缶が8本入る便利サイズ、トートとショルダー 2way 仕様。全ての面に側面にポケットが付いているのが便利なポイントです。内側には保冷剤が入るメッシュポケットも付いております。続いて保冷エコバッグはコンパクトに畳めて軽量なのでバッグの中に入れやすいのが便利です。長い食材も入る便利なサイズで、開口部はジップ仕様、星のカラビナ付きも嬉しいですね。こちらもおすすめです。7月25日モノマスターが発売されます。特別付録はピーナッツスヌーピーデザインのコーヒーテーブルです。こちらはアウトドアでのコーヒータイムにぴったりの可愛いミニテーブルです。収納しやすい上に必要な時にはさっと広げられて便利なんです。ピーナッツに登場するビーグルスカウトシリーズよりアウトドアを楽しむ可愛いスヌーピーとウッドストックたちのデザインを採用。折りたためるのでキャンプやピクニックにも活躍してくれます。ノートパソコンの簡易スタンドにもなったり、キャンプのローテーブルとして使ったり、一息つくコーヒータイムに使ったり、大活躍間違いなしです。そしてモノマスターは増刊号も発売されます。特別付録はピーナッツスヌーピーデザインのコーヒーミル&ミニ缶です。コンパクトになった新デザインで登場です。持ち手が折りたためるので持ち運びに便利、可愛いカフェオレ色にも注目のアイテムです。最大のポイントは豆をひいてコーヒーの粉がボトルにたまるとマグカップを持ったスヌーピーが浮き上がってきます。粗挽きや細挽きといった引き目の調節は一番上の調節つまみを回すだけです。濃いめにコーヒーを入れてアイスコーヒーを作るのにもおすすめです。アウトドアだけではなくもちろんお家でも使えますね。豆から手で引くじっくりと優雅なコーヒータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。さらにコーヒー豆を入れて持ち運べるミニ缶がセット、マグカップを持ったチャーリーブラウンデザインでミニ缶とコーヒーミルを並べるとスヌーピーと同じ方向を向いているのがポイントです。ミニ缶はペン立てやシール入れなど小物収納としても使えます。7月25日スマートが発売されます。アイテム付録は付きませんが、カバーが岸優太、表紙&12ページ大特集、うち4ページはピンナップ仕様となっております。7月25日レタスクラブが発売されます。スペシャル付録は冷凍うどんブック、閉じ込み付録としてパパッとおつまみブック、献立カレンダー8月が付いてきます。7月25日サンキューが発売されます。別冊付録としてタイパー最高倍速おかず35、閉じ込み付録は山本ゆりさんの夏の絶品麺がついてきます。7月25日機動戦士ガンダム水星の魔女スペシャルブックが発売されます。こちらはハイグレード144/1ガンダムエアリアルとガンダムエアリアル回収型ガンプラパッケージデザインポーチとなっております。
美麗なパッケージアートをプリントした丈夫な PVC 素材です。開閉しやすい便利なダブルジップの引き手は肉厚ラバー素材で、ホルダーマークデザイン、 A5 サイズも入るほか、ペンホルダー3つ、メッシュポケットやジップ付きなど大小7つのポケットを搭載。マチもたっぷり大容量。ガンプラを作る時の工具を入れたり、ガジェットケース、メイクポーチなどマルチに使えるポーチに仕上がっております。7月26日、圧倒的な保冷保温真空断熱マルチステンレスボトルブック、ハードブラックバージョンとグリーンカモフラージュバージョン、ブラックカモフラージュバージョンが発売されます。こちらはすべてローソンで販売されます。真空断熱構造により、このボトルに入れておくだけでペットボトルの飲み物が冷たいままキープできます。結露しないのでバッグに入れる際も便利ですよ。様々な形のペットボトルに対応するよう試作を重ねてベストサイズとなっております。そして缶ビールなど 500ml 缶の保冷クーラーとしても使えます。もちろんそのまま飲み物を入れてタンブラーとしても使用可能。保温コーヒータンブラーとしても活躍してくれるマルチステンレスボトルとなっております。7月26日、ミッフィー&スタディオクリップ長財布にもなるミニショルダーバックブック、ファミリーマートで販売されるスペシャルパッケージブラウンバージョンとグレージュバージョン。ブラウンバージョンは書店版も発売されます。なんとミッフィーさんとアパレルブランドスタディオクリップの初となるコラボレーションブックが登場です。ポイントはフロントポケットはスマホがさっと取り出せて、お出かけ時にも快適に使えます。スナップボタン付きで安心ですね。メイン収納は横に開くので使いやすい、収納力抜群の長財布のように使えちゃうんです。ジッパー付き小銭入れ、カードケース、カードポケットなどの機能はもちろん、レシートやお札も折らずに収納可能です。これ一つでお出かけが叶う万能アイテム、おすすめです。7月27日、アルペンアウトドアオフィシャルブック、ナンガ特大保冷バッグが発売されます。正面にはナンガのロゴ入りで、ブラックのかっこいい保冷バッグです。スマホが入る外ポケットやボトルホルダー、持ち手をまとめるバンド付き、開口部はダブルジップと、使いやすさにもこだわっております。そして2リットルペットボトルが6本入る大容量、手持ちはもちろん肩書きもできるショルダーベルトが付いているので持ち運びも便利です。底板が付いているのもポイントですね。またゴム付きで小さく畳めるので携帯性も抜群、シーズン問わず活躍すること間違いなしです。7月27日、レ・トワール・デュ・ソレイユマルチショルダーブックが発売されます。南フランスで生まれたカラフルなストライプ柄を基調としたテキスタイルブランド、レ・トワール・デュ・ソレイユ。今回人気柄を施した、スマホも楽々入れられるマルチショルダーが付録になって登場いたします。詳細な画像がありませんが、色鮮やかなストライプ柄でお出かけがぐっと楽しくなること間違いなしです。7月28日、大人ミューズが発売されます。付録は紀ノ国屋×ジャーナルスタンダードレサージュ、シャレてる大容量ショッピングバッグです。正面にはおなじみの紀ノ国屋ロゴ、ビッグサイズで軽くて丈夫なショッピングバッグとなっております。ストライプのハンドルが素敵な仕上がりですね。黒とベージュのデザインで、ジャーナルスタンドレサージュらしいトラッドなムードに仕上がっております。たっぷり入る大容量が嬉しいポイント。撥水加工を施しており、使い勝手にもこだわっております。そして大人ミューズは増刊号も発売されます。付録は紀ノ国屋×ジャーナルスタンダードレサージュ、チェック柄トート&保冷保温バッグです。増刊号も紀ノ国屋、チェック柄のエコバッグと保冷保温機能付きのバッグ2点セットです。柄がおしゃれなエコバッグは内側についているテープで小さくまとめられて持ち歩くのにも便利です。保冷保温バッグは 500ml 缶が6本入るサイズとなっております。同じカラーリングの通常号のショッピングバッグを一緒に持つのもおすすめです。7月28日、グローが発売されます。特別付録は組み立て式キウイブラザーズフルーツピックセットです。来ました来ました、待望のキウイブラザーズ付録が登場いたします。飾って可愛い、使って楽しい、グローだけのオリジナルデザインです。グリーンさんとゴールドさんが可愛いですね。バケツはゼスプリロゴ入り、ピックはキウイのお花デザインです。組み立て式となっていて、簡単に組み上げることができます。食卓、キッチン、様々な場所に飾って楽しみましょう。
7月28日モアが発売されます。付録はスナイデルホーム大人かわいいサテンポーチ2点セット、閉じ込み付録として松村北斗スペシャルピンナップとなっております。そしてモアは増刊号も発売されます。閉じ込み付録として松村北斗スペシャルピンナップとなっております。7月28日英語も学べる動物絵合わせブックと乗り物絵合わせブックが発売されます。子供が好きな動物の絵、乗り物の絵が描かれたパズルカードが18セット入っております。カードは厚みがある柔らか素材でできているので、くっつけたりはめたりしやすいのが魅力です。ひらがなと英語で動物の名前も書かれているので、名前を覚えるのにもぴったりです。7月28日、モズすっきり収納できる多機能スマホショルダーバックブックが発売されます。25周年を迎えるモズさん、最近頑張っておられます。ポイントは中央にはモズのアイコン、エルクのロゴタグをオン、デザインのアクセントになっております。フロントポケットはジップ付きなので中身が落ちる心配がありません。さっと取り出したいものを入れておきましょう。背面ポケットはオープンポケットなのでスマホをさっと出し入れできて便利です。ポケットが深めなのも嬉しいポイント。メイン収納のスペースはダブルジップ仕様です。ガバッと開くので物が取り出しやすいのがポイントです。内側には IC カードやクレジットカードが入る4つのポケット、カード類もすっきり収納できますね。そして L 字ジップ付きのコインケースでお会計もスムーズに行えます。お財布いらずなので身軽にお出かけできますよ。ショルダーストラップを取り外せばポーチとしても使用可能、用途やシーンによって使い分けができる 2way 仕様になっております。さらには長めのストラップが使いやすいキーリング付き、カバンの中で鍵を見つけやすく便利に仕上がっております。7月31日ワイルドシングス濡らすだけで瞬間冷却クールタオルブックグレイバージョンとネイビーバージョンが発売されます。アメリカ生まれの人気アウトドアブランドワイルドシングスから水に濡らすだけでひんやり食感に変身するタオルが登場です。ポイントは濡らして絞って振って超ひんやり、熱中症対策と紫外線対策にぴったりです。 100% 冷感繊維を使用していて濡らすだけで表面温度が20度未満になります。そして肌に優しい抗菌仕様、何度でも繰り返し使用可能です。アウトドアやスポーツなど様々なシーンで活躍してくれます。7月31日夜は猫と一緒お座りキュルガポーチブックが発売されます。大人気アニメ夜は猫と一緒初のオフィシャルブックが登場です。ポイントはパカッと開いたまま自立する形状となっていてキュルガのモフモフ感を再現、ふわふわ刺繍がされております。背面にはタイトルロゴ入り、尻尾も忠実に再現されております。いかがだったでしょうか。ここまで7月24日から7月31日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計31冊紹介してまいりました。月末にかけて怒涛の付録ラッシュとなっております。暑さ対策にぴったりなアイテムが多数登場いたしますので見逃さないでくださいね。気になった付録は早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますのでぜひ参考にしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますのでぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。